とか点が取れる状況を作り上げることなんで、それだったら別に勉強時間短くてもなんとかなるかなと思うんですか。夏にやる気出た子は結構そのまま持つ子が多いイメージ。できるようになったっていう手応えをやっぱ重視した方がいいかな。質が低かったら量はそもそもこなせてないんだよっていう、ちょっとした裏技というかやり方があるんですけど、もう信じられなくなった人間から成績が上がらなくなる。どうだよ、始まりました、もちろんチャンネルです。今回はですね、やってまいりました、大気に期待期頼むぞよ。さあですね、はい、今回ですね、結構いろいろ寄せられたものなんですけど、はいはいはい、なんか夏休み、まあ昔から夏休みの受験の天王山だとかって言うじゃないですか。はい、よく言いますね。はい、それが今年は夏休みが短縮されてしまったと。天王山塞がっちゃったと。そうですね、はい、もう天王山いるぐらい天王山がもう閉鎖されちゃったという。そうです、ものすごいちっちゃくなっちゃったんで、はい、じゃあどうすればいいんだこの2020年の、うん、まあこの教育系 YouTuber の中のご意見番勝手にそんなことになるほど、はい、ね、多分みんなのこの YouTube のアイコンになってる教育系 YouTuber ランキング1位のどうなんですかね、はい、中森先生に聞きたいと思います、はい、なるほど、わかりました。まあ、結論から言うと、時間が短くなった時に一番考えなきゃいけないのは科目を減らすことですかね。おお、なるほど。僕よく言ってるのが、1科目あたりの勉強時間が1時間を切るならその科目は増やさない方がいいって話をしてるんですよね。おお、要するに新しいことをやりたくなるじゃないですか、夏に、はいはい、例えば共通テストでしか使わない科目をやらなきゃとか、まだ手出してない科目があるからやらなきゃってなりがちなんですけど、うん、大抵それやるとその今やってる勉強がおろそかになるんですよね。ああ、なるほど、はい、で僕一応その科目を増やすタイミングっていう目安言ってて、武田のルートでいう日大レベルが終わったら科目増やしていいよって言ってるんですよ、はい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 、出ました、必殺の日大レベルそうです、この間動画出てましたよね、日大レベルって何みたいな勝手に定義してるわけなんで、ね、世間一般であの公認されてる用語でも何でもないって話なんですけど、はい、でその僕その日大レベルって言葉よく使ってるんですけど、これ何かっていうと、その点が入試で取れるようになる1年の作業が終わるのがそのレベルっていう認識なんですね。で1教科でも点が取れたら科目って別に増やせると思うんですよ。ああ、なるほど。だから夏の僕の目標で一番重視してるのって、その1教科点が取れる状況を作り上げることなんです。あ、なるほど、きちんと点数が取れる、まあ、合格点だったりとかですね、はい、ここのレベルにいけるものを作る、はい、逆に僕の考える夏の失敗は何もコツがつかめないまま全部中途半端に手を出すことなんです。ああ、なるほど。いろんなものにこう中途半端にこう手を出して手を出してで、はい、まあそうですね、どれも合格点いかないレベルだったら結局無理ですもんね。そうです、だから8割のものと3割のものがある状況は別にですけど、全部5割とか言われると、ああ、なるほど、切るに切れないし、うん、進むに進めないしみたいな、はい、結構しんどいんですよね、はい、そうですね、それはそうですね、確かに、はい、ということで1教科1科目でも点が取れてれば、はい、だいぶ楽になるかなと正直思うんですよ、はい、なので夏はとりあえずそれを目標にする。でそれだったら別に勉強時間も短くてもなんとかなるかなと思うんですよ、ね、うん、なるほど。得意科目はとか、まあ、合格で突破できるものは一つは作っておくってことですね、はいはい、まあ、特にやっぱり英語か数学じゃないかなと思うんですけど、うん、ね、はい、確かにそうですね、まあ、配点がね他のやつはそんだけ大きくならない可能性がありますからね、はい、漢文だけこういうようになりましたこの夏ですね台も1個しかいけないですからだとであとこのやり方でちょっとした裏技というかやり方があるんですけど、例えば武田塾の英語って1日3時間でペース組んでるんですよ。なるほど。で例えば夏休みが1週間しかないとかって場合でも1週間は使えるわけじゃないですか、はい、だから1週間英語しかやらないって手を使うと、例えば1日12時間英語の課題ができるなら4倍のペースでできるんですよね。そうですね、確かに、はい、っていう手を使うと、まあ、英語だとさすがに単語と文法が全部終わって解釈入れるぐらいしか終わらないんですけど、はい、社会とかだと通知前半1週間でやれたりするんですよね、やろうと。おお、なるほど、はいはいはい。だからまあ1個も仕上がってないんだったら英語とか数学した方がいいんですけど、1科目なんか不安なのがあって仕上げたいという場合だったら1週間その科目しかやらないで一気に終わらせちゃえばって思うんですよね、うん、なるほど、それ大作戦ですね、はい、理科科目とかもいけますよね。いけます、いけます、はい、じゃあ理社をガッてやって克服するっていうのはありだ、はい、まあ少なくとも通常でかかる4週間分をとか 4,5 週間分をガーッてできるだけで、まあしんどいとは思うんですけど、なんか自分の中でのそこまでは頑張れるっていうラインが作れると思うんですよ。なるほど、
なんか限界をそこに設定できるというか、はいはい、結構やっぱ夏で現役生が特に成績伸ばせるのって勉強時間の限界とか同じ時間でやれる量が大きく伸びるからっていうのが大きいと思うんですよ、ね、そうですね、そこですよね。よくね、木方先生はですね、学校嫌いですから学校嫌いで、ね、学校がない時こそチャンスっていうことですからね。どうなんですか、中村先生自体は夏休みどうでした？僕は正直現役時代全然やってない人間だったんで。そうだったんですね。あれですけど、ただ、まあ、教える立場になってこう初めてやっぱ自覚した部分っていうのがあって、うん、はい、夏にやる気出た子は結構そのまま持つ子が多いイメージなんですよ。うん、なるほど、はいはい、はい、で夏に燃え尽きる子も逆に結構多いっていう、はいはいはい、花火ですね、はい、はい、そうなんですよ。浪人生なんかは結構夏で燃え尽きるパターンがあって、はい、いますね、はい、逆に現役生は夏って成績まず上がりきらないんですよね、うんうん、部活引退とかがあった後に勉強する子もいるから、はい、実は夏で勉強がどれだけできたかってもちろん大事っちゃ大事なんですけど、うん、どっちかっていうとやっぱ直前期の勉強がやっぱ大事なんですよね。はい、はい、そうだね、はい、だから直前期の勉強に入れるための土台をどれだけ作れるかの勝負だと思うんですよ、うんうん、だから最悪勉強そのものが終わってなかったとしても勉強の仕方さえ分かれば何とでもなるかなと思って。あ、そうですね、そこは確かにそうですね、はい、思ってるんで、なんか結構みんなやっぱ焦ってたりとか心配な人いっぱいいると思うんですけど、実は勉強量はそこまで問題じゃなくて、うんうんうん、焦らずにちゃんとやり方を確立させることさえできれば夏の目的は結構達してんじゃないかなとは思うとか、ね、なるほど、まあ、確かにそうですね、はい、その長い期間あっていろいろ試行錯誤できますもんね、はい、そこで自分に合う勉強法とか、はい、まあ、正しい勉強法みたいなのを確立できれば、はいはい、それが後々役に立ってきますもんね。だからこれはまあ特に僕ら指導側というか、はい、教えてる側となんとなく感覚としてあると思うんですけど、うん、意外と数ヶ月でも成績ってめっちゃ上がるじゃないですか。そうなんですよ、はい、そうなんです。でもなんでそれができない人がいるかって言ったら勉強方法間違ってるか言うほどやりてないかじゃないですか。そうそうですね、ぶっちゃけそうですよね、はい、なんかね、逆転合格を疑う人いますけど、はい、いっぱい、はい、それはそうなんですよ、確立すればドドドドドッと上がる人いますからね、はい、だからそこはその勉強あんま進んでないと思っても正しいやり方を焦らずにやることじゃないかなと、うん、今絶対やっちゃダメなのが参考書を死ぬほどいっぱいやっちゃうこと、はいはい、いますね、とか講習受けまくるのもそうなんですけど、はいはい、そう本当に消化できないものを夏にやるっていうのはもう本当にね、その後ずっと引きずると思うんで、はいね、自分自身もそうでしたね、本当に世界史の参考書が本当に積読がすごいことになりましたからね、はい、当時はカセットテープ10巻とかあったから本当になるほどこんな量になりましたからね、はい、量にこだわりたくなっちゃうんですよね、うんうん、夏って。だけど量は意外と取り戻せるから、うん、今はやっぱり質にこだわった方がいいよっていうこと、とできるようになったっていう手応えはやっぱ重視した方がいいかなっていうふうには思いますかね、はい、そうですね、やっぱ量だと思っちゃう人多いですもんね、夏、はい、夏は量だみたいなね、まあまあ、確かに量なんだけど質が低かったら量はそもそもこなせてないんだよっていう。そうですね、その通りですね、はい、質が低いのにただただやってもそれは時間を無駄にするだけですね、まあ、でもただ質をこなすためには量が必要っていうのもまあある意味の事実だとは思うので、やんなきゃそれはやり方もわからないじゃんということだから、失敗いっぱいしてもいいからいろいろ試行錯誤してやり方を確立させようっていうのが、まあ夏の時点ではすごく大事なんじゃないかな、うん、なるほど、特に今年はそれがすごく大事なんじゃないかなと、うんうん、そうですね、量も質もまあ大事だってことですね、はい、両方相関関係があるってことですよね、はい、浪人時代はやったんですか。でも浪人時代はでも、まあ、どちらかというと春の貯金を消化してた感じですかね。あ、春にやりきってそれを落ちないようにするっていうことだったって感じなんで、だから春に勉強順調だった人は夏は変に先に進めようとしないで確実に点になるようにこう仕上げていくみたいな感覚だったらいいかなと思いますね。なるほど、やっぱそれは文系理系通して同じ感じですかね。まあそうですね、ただやっぱり理系は特にそうだと思うんですけど、過去も結構触れた方がいいんじゃないかなとやっぱり思いますかね、うん、まあなんていうか英語とかは結構やること分かってるじゃないですか、別になんか結局長文だろうがライティングだろうが何するかって多分勉強してるんで分かると思うんですけど、理系科目って問題集解けたところで過去問解いたら何の手回しも出ないとか普通にあると思うんで、なるほど、だけどそれが解けない理由がいろいろちゃんと過去問見てみると、なんか見たことも聞いたことない問題じゃなくて実は基礎の組み合わせなんだけどそれが分からないとかそういうことだと思うんで、だから結構その基礎の参考書やるの大事なんだけど過去問見るのも大事っていうのは特に理系は思っておいた方がいいんじゃないかなっていうのが感覚としてはありますね。なるほど、そうなるわけですね、
はい、まあ、確かに社会科目はそうですね、知ってたらスパパッと解けるのがあったりしますけどね、理系はそうはいかないこともあると。文系の方が比較的その基礎をじっくりやれるの、理系の方が過去問挑みつつ基礎やんなきゃいけないみたいな、過去問見て、あ、これじゃ足りない、何がいるんだ、よしこれやろうってこうやんなきゃいけないっていう感覚は、理系の方が結構生徒たちはやってるイメージがありますかね、はい、国立の人たちどうですか。国立の子たちこそもうそれこそ焦って2次の対策なんかしないで基礎ちゃんと身につけて共通テスト取れるようにしないとダメじゃないって、うん、共通テストの時点で差すいたりしますからね、そこら辺に焦っちゃうと、はい、焦らずに、はい、きちんと量をこなしながら質を高めて勉強法を確立してやることが大事、はい、そして一科目でもきちんとその合格点というか点を取れるものを作っておくっていうのがまとめというか、はい、そういう感じですね、はい、まあ、あとはフラットの戦いですね。おやることやれば受かりますよ、成績が今の状況はどうであれっていう、だからそこですね、結局自分を信じられなくなった人間から成績が上がらなくなるんで、そこは自分を信じないとっていう。最後名言ですね、これもいろんなところで使われるんじゃないですか。いやいや、自負ファイルになってこう。いや、まあ受験はマジで自信が試されるってのありますね。あ、過信はダメですよ、できもしないのにここに行けるとかじゃやっぱダメなんで、うん、やることやっていけば成績は絶対上がるんで、そういう未来の自分はやっぱ信じてくれない。いいですね、今日は名言がたくさん飛び出した大会でしたね、はいはい、今回は中村先生においていただきました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。